なんかカクカクじゃない？ハンチョに入れてる。バグじゃないかこれ。ちょっと早すぎたね。やばいやばい。やばいやばい。画面どうなってんだよこの放送。おい画面どうなっ、おいよくみやこさんの視聴者これ許したら俺も人のこと言えないけどさ、マップ邪魔すぎだろこの視点。マップが邪魔すぎるだろこれ。おマップがひどすぎるだろこれ。マップ何も見えねえんだけどこれ。この視点何も見えないぞ。なんだよこの視点。なんだよこの視点。でも俺も言えないんだよ。俺も3試合ぐらいあったもんね、全く見えないやつ。うおやった。なんの、うわ弁当入ってる。めっちゃ成長してんじゃん。え待って、弁当移動知らない？みやこさん。あ、知ってるわ。うまい。え何の反応もしてないよみやこさん。みやこさんのアマンガス日本語なんだけど。え、日本語のアマンガスなんてあんの？あ、多分隠してくれたんだろうな。やべえ。めっちゃ冷静じゃない。殺した時にやったやったとか言うのかと思ったら普通に過ごしてんだけど、目バキバキだぞ。ほんとだ、目バキバキだ。みやこさん、そうやってったの？うわうまい。え、ガチでうまいじゃん。うまうまいね。おお、これは分からん。俺リポート見えなかったわ。ちょ、どういうことこれ。繁盛一緒にいたじゃん今。リポートはさ、これさ一回耐えるじゃん、みやこさん議論で。この後なんて言うんだろう。何も喋ってない、もしかして。何も喋ってない。こんなことあるね。ああ喜んでんのか。マジおもろいなこの視点。マジマップじゃん。しかも右下のタケさんのアイコンが妨害みたいになってんだけど。なんだよこの視点。フラフラしてるでしょ、なんか。大丈夫なんか。俺何のゲームしてんだ今。何を見てるんだ。疲れてる。まあ、すげえ真面目に推理して、これ加藤さんかなって、ゆうたさんとラインかなって。絶対ここで先輩任したらダメよ。本当にだ、本当にダメ。ああ違うんだって。何してんだよお前。おお出てきたところすら見られる。落ち着け、まずは落ち着け。まずは落ち着け、俺が落ち着け。何をしてるんだお前は。僕ら、うん、そうですよ。変ですよ、3人っていうのは。頑張って、あれ押せ。4人って言わないで。真ん中押せ、真ん中押せ。破綻してますよ。真ん中押せ。んだばっ